パイオニアのマリーは太陽系外に脱出した惑星探査機の実際の軌道と理論から予測される軌道との間に食い違いが見出された問題を示す。1980年頃にこの問題が明らかになって以来、その原因をめぐって単なるガス漏れから新しい力学理論まで様々な可能性が検討されてきた。2011年には過去のデータの詳細な解析によって、 探査機が搭載する原子力電池による非等法的な熱放射がアノマリーの原因となっている可能性が高いことが発表され2012年に再分析した結果熱放射による原則であると確定した。現象名のパイオニアはこの現象が惑星探査機パイオニア10号と11号で確認されたことにちなんでいる。アノマリーを訳してパイオニア以上 パイオニア変則事象といった用語が使われるほか、パイオニア効果、パイオニア、青型変異、パイオニア原則問題といった名前で呼ばれたこともあった。太陽系を脱出する軌道にある4つの探査機と年ごとの位置。パイオニア10.11号の向きは大きく異なっているが、天皇星の軌道を超えたあたりより、同じ程度の内向きの未知の力が作用しているらしい。 ジェット推進研究所のジョン・アンダーソンがこの現象に最初に気づいたのは太陽系の脱出速度を史上初めて獲得した探査機であるパイオニア10号に関してであった。アンダーソンは1979年よりパイオニアが送信する電波のドップラー効果のデータから探査機の軌道を決定するモデルを作成していた。その作業はあわよくば探査機の動きから未知の天体を 発見しようという野心的で極めて精密なものであった。翌1980年になってアンダーソンはパイオニア10号が太陽からの距離 20au、すなわちおよそ天皇星の軌道を超えたあたりより予測外の動きをしていることを見出した。予測では探査機に及ぶ重力以外の最大の力である太陽光による放射圧は この距離で太陽の反対側へと押しある40秒速10メートルに以下の加速度まで減少するはずであった。しかしデータはこの放射圧の影響を打ち消してあまりあるほどの減速をしていることを示していた。同様の現象はパイオニア11号でも見つかり、1987年までにはこの道のズレはパイオニア10号11号どちらの探査機に対しても おおよそ太陽に引き寄せられる向きのほぼ同じ大きさの弱い加速度として説明されることが見出された。両探査機は太陽系からほとんど逆の方向へ向けて遠ざかっており、当初期待されたような未知の天体による重力とは考えにくかった。この食い違いの原因を解明するために銀河からの重力、探査機の姿勢制御によるガス噴射や予定外の ガス漏れによる水力、惑星の天体歴や地球の向き、再差、衝動の暦の値の誤り、搭載されていた原子力電池による偏った熱放射、通信による放射圧、さらに軌道分析プログラムの誤りまで考えうるあらゆる可能性が検討されたが、原因は不明のままであった。こうした加速度が他の探査機でも見られるかを調べるために、 木星探査機、ガリレオや太陽系の極軌道にあるユリシーズ探査機のデータの検討もなされた。結果、太陽との距離が近く放射圧が大きいことなどから十分明確ではなかったものの、同様の食い違いの証拠が認められた。この現象は簡単には解決できないものである可能性が高まったため、1995年から正式な調査が始まり、 1998年にアンダーソンらによる論文が提出された。以降、この不可解な現象はパイオニアアノマリーとして知られることとなった。その後の詳細な検討では、この加速度 AP は太陽から 20AU 以上の距離で距離にほとんど依存せず、太陽の方向を向いたものとした場合 AP イコール10秒速10メートルにとなると見積もられた。これは、 非常に小さな値であり、地球上の重力加速度と比べるならその100億分の1ほどの大きさである。しかしこうした加速が続いた場合、計算上の位置の予測とのズレは1年でおよそ 400km、30年でおよそ40万 km となる。パイオニアと同様に太陽系の脱出軌道にある2つのボイジャー探査機は、パイオニアとは異なって三軸制御を用いており、 日に何度も小さなガス噴射を行って安定な姿勢を保っていったため誤差が大きく、こうした小さな加速の効果を正確に測定するのは困難である。土星探査機カッシーにも主として同様の三軸制御を行っており、今のところ確定的な帰結は導かれていない。ただし、カッシーには洗練された追跡装置を備えている上、 巡航中の大部分はリアクションホイールによる安定化を行っていたため、今後そのデータを検証に用いることも期待できる。なお、パイオニア11号は1995年を最後に、10号は2002年を最後にテレメトリーデータの更新を立ち、現在もはや新しいデータは得られていない。パイオニアの原子力電池。燃料から発生する熱のうち熱電素子によって6。 パーセントのみが電力に変換され、ほとんどの熱は6枚の放熱板から宇宙空間に放射される。東方的でない放射は予期せぬ推進力となる。パイオニアアノマリーの原因は原子力電池や探査機の機器などから生ずる熱放射による推進力であった。太陽から遠く離れた外惑星の探査を行うパイオニア10.11号は、 太陽電池が利用できないため、プルトニウム238の崩壊熱を利用した原子力電池によって電力を供給していた。各探査機に搭載された原子力電池は打ち上げ前のテストの段階で、それぞれ合計2500ワット以上の熱を発生していた。こうして発生する熱のほとんどは RTG の放熱板から前後に、ほぼ東方的に放射され、 電力に変換された一部は中心部の機器で熱に変わる。もし熱の不均一な伝達やメインアンテナの背部での反射なども含め不均等な熱放射が大きければ予期しない推進力を生じさせる原因となると考えられる。当初、熱の放出は十分に東方的だと推定されていたものの観測されているアノマリーを説明するには 最小で 65W の試行的な放射が生じれば良いとされ、わずかな非等方性も無視できないため、熱放射の詳細な検討が望まれていた。2008年には探査機の姿勢と熱の流れを詳細にモデル化することによって探査機の実際の温度データをほぼ再現するシミュレーションが可能となった。予備的な結果では従来見積もられていた値よりもその効果は大きく、 熱が特定の方向に偏って放射されることによって観測されているアノマリーの大きさのおよそ30%までが説明できるとされた。そして2012年に最終的に熱放射がパイオニアアノマリーの原因であることが確定した。パイオニア1号。主要な観測機器や推進材タンクはパラボラアンテナの背後にあり、本体から離れた2つの腕の先に4機の 原子力電池がある。全体がスピンすることにより安定した姿勢を保ち、アンテナは地球の方向へ向くよう調整された。この問題の原因として、誤差によるとする可能性から新しい物理現象であるとする提案まで様々な可能性が検討されていた。この効果が観測あるいは計算誤差であり、実際には問題となっているような原則が起こっていないという、 可能性について検討するため、パイオニアの過去のドップラーデータとテレメトリーデータの多角的な分析が継続的に行われた。アンダーソンの論文では JPL とともに別の機関の解析プログラムでも調査され、ほぼ同様のアノマリーの値を得ていた。さらに2010年元、別々の高校データから別々の解析プログラムを用いて、 合計6つの独立な検証が行われており、それによれば、ドップラーデータの中にこの効果が現れていることが確かだとされた。基地の物理的効果であるが、それが軌道の予測モデルで適切に考慮されていない、主事の可能性も検討されている。最も単純な候補として、未知の重力源からの重力があるが、エッジワースカイパーベルト天体に関しては、 その大きさも効果もアノマリーの説明とはならないとされる。また、何らかの重力によるとする場合には、惑星についてもその影響が及んでいなければならない。地球や火星に関しての測定は精密で、アノマリーに対応するような要素は見られないことが明らかとなっている。光学的にのみ観測されている遠い惑星に関しては同様に観測にかかるだけの大きさの効果が、 現れているはずであるという研究もあるものの、依然確定的ではない。アノマリーに見られるような中心に向かう一定の大きさの加速度を生むためには、例えば少なくともある距離より先で距離に反比例した密度を持つ何らかの質量が玉対象に分布すると想定すればよい。この場合、内側の天体に影響は現れない。通常の物質でそうしたものは確認されていないが、それが、 重力のみで相互作用する予測された暗黒物質ではないかという可能性も含め検討されていた。軌道の食い違いは微弱なものであり、その検証には様々な効果の詳細な検討が必要とされる。太陽系を飛行する探査機の運動はほとんど重力で決定されるものの、精密な軌道決定のためには、その相対論的補正や接近した惑星の 質量分布のような詳細な重力の効果はもとより様々な重力以外の力も考慮せねばならない。こうした中で太陽光の放射圧は近距離で重力に次ぐ支配的効果を持つ。しかし問題のアノマリーとは逆向きの外側へ向けて作用し、なおかつ太陽からの距離とともに逆事情で減少する。近距離でのデータから見積もったこの値は 問題となっている距離ではアノマリーの効果より、はるかに小さなものとなり、モデルにおける見積もりが大きく誤っている可能性は除外された。太陽風、すなわち太陽から吹きつける用紙などによる圧力も、同様に逆向きに作用し、かつその効果は小さいと見積もられた。探査機が帯電子木製や土製の磁場によって、ローレンツ力を受けた可能性も検討されたが、やはり効果ははるかに小さい。 また、通信ビームによる反作用、探査機からの電波の伝達に過電粒子が作用する太陽コロナ効果、さらに探査機の時計や受信側のディープスペースネットワークの機器の不安定性による影響も小さなものと見積もられている。この他にも、接近した惑星からの放射光、惑星間磁場、衝突した粒子による抵抗、探査機のスラスター噴射のモデルの正確さ、 推進材タンクや原子力電池、蓄電池からのガス漏れによる予期せぬ推進力、探査機との更新時の地球電離層や大流圏の電波に対する影響、電波の円変更と探査機のスピンによる周波数変動、地上層受信施設の正確な位置や変動、天体歴の正確さなど様々な可能性が検討された。パイオニアアノマリーは、 従来の理論で説明できない新しい現象を示している可能性があるだけに、幾人かの理論家がアノマリーに新たな物理的意味を見出そうとし、力や重力の理論の改変も含む新しい枠組みの理論や宇宙論に基づく解釈を用いて説明を行おうと試みている。宇宙論との結びつきとして、単なる偶然か秘められた物理的意味があるのかは、割らないものの、 アンダーソンらはアノマリーとして測定されている加速度 AP イコール10秒速10メートル2が高速度シートハップル定数 H0 の積、CH0 に近いことを指摘していた。しかし AP イコール CH0 とした場合、ハップル定数は H0 イコール95秒速 14kmMPC でなければならないが、その後 W マップ衛星などによって ハップル定数の決定が進み、2010年現在では、H0 はこれより小さい秒速 73kmmmpc 程度となっている。アノマリーを説明するために、数多くの非標準的な物理理論との対象が行われ、また新たな理論が提示されてきた。まず、アノマリーが直接に我々の重力に関する知識の不完全さを示すものと考え、 その修正によって説明しようとする様々な理論が検討された。修正ニュートン力学のパラダイムは、アンダーソンの最初の報告でも、パイオニアアノマリーとの関係が示唆されていた。これは、1980年代以降、銀河の回転曲線問題を説明するために、モルデハイ・ミルグロムやヤコブ・ベッケンシュタインが提案していたもので、通常のように暗黒物質を仮定する代わりに、 微弱な加速度では、ニュートン力学が示すものよりも、相対的に小さな力しか必要としないとしたもので、ある。他にも、ジョン・モファットが提案している、修正重力理論、すなわち重力が、床型のポテンシャルの項を持つとした理論や、一般相対論の通常のテンソル上に加え別の、場を追加する理論などが検討された。こうした説明は、 他の重力相互作用に基づく説明と同様に他の惑星にその効果が現れなければならないという困難があるが、ミルグロムによれば、修正は重力相互作用ではなく、完成に対してのものだと解釈できるとする。一方、パイオニアアノマリーと膨張宇宙との関係も検討された。こうした議論では、ちょうど19世紀の風光の振り子が地表が、 完成形ではないことを明瞭に示したように、アノマリーはいわば太陽系に対する宇宙スケールでの風光の振り子を示しているものであるとみなされた。特に、パイオニアアノマリーの公表は、イヤ型超新星の観測によって、宇宙の加速膨張が明らかになった時期と重なったため、この新たな宇宙像との関係について議論が加熱した。単純には加速膨張の効果はアノマリーとは、 逆向きの作用をもたらす上、非常に小さなものであることが明らかとなっているが、定常宇宙論の一種であるヨーハン・マルリエーの絵から、時間依存の万有引力定数やスケール依存の宇宙定数、さらに F 重力との関係まで多様な枠組みでの議論が継続している。2010年にパイオニアーのマリーに関する問題を詳細にレビューしたトゥルイシェフと等とは、当時残っていた主な課題として、 以下を挙げている。パイオニア探査機との更新すべてを記録した1987年、以前のマスターデータレコードは、古い磁気テープ媒体に記録されたまま放置されていたため、長らく利用不能であった。2010年に民間資金によって、これらのデータの変換が完了し、それを用いた詳細な検討が行われる予定である。また今後運用されるいくつかの太陽系探査機を、 パイオニアアノマリーの測定に利用することが期待されている。特に、冥王星とエッジワースカイパーベルト天体の観測を目指して2006年に打ち上げられたニューホライズンズ探査機はパイオニアと同じくスピン制御を用いているため、今後有用なデータをもたらす可能性が期待されている。ただし、探査機は木星フライバイから冥王星到着直前まで、 通信をほとんど行わない、冬眠モードで運用されているため、現在のところごくわずかなドップラーデータしか得られていない。ありがとうございます。